はい、どうも、タカボンバーです。マインクラフトね、やっていきたいなと思います。今回で2回目ですね。はい。というわけで、今回は、自分のね、作業場兼、拠点になるべくね、建物をとりあえず建てて、その後にですね、村の畑を少しですね、改築していきたいなと思います。それでまあ食料が多分安定してね、供給されるようになるんではないかと思うんで、とりあえず今回は拠点作りと畑の拡張をね、やっていきたいと思います。で、拠点はこの辺りに作ろうかな。あの辺ね、ちょうどかぼちゃがあるあの辺に作っていこうと思います。で、これが畑なんですけど、この畑を少し拡張してね、大きくして、もう少し作物をね、作っていきたいと思います。よし、やっていきますか。どうしよっかな。ペット。あれ？俺ベッドどこに置いてきたっけ？11、これぐらいのサイズの建物でどうでしょうね。入り口。123456789、あれ10だぞ。もういっか。123456、ここだね。いや、このアルパカ野郎、邪魔だぞ。すげえ、ありふれた建築ですね。違うから。どうどうどう。そしたら屋根と床を張っていきますか。屋根ね。屋根はとりあえずアカシアをね、なんぼか取ってきたんで、アカシアを使いたいと思います。どうしようかな。こう三角にするか、それともこっちから三角を持ってった方がいいのか。おお、ない、ないない。寝る。屋根の上で寝る。作ってある。どうでしょう。こんな感じ。どう。一回ちょっと降りるか。
まであった方がいいかな、やっぱり。こんな感じで、あ、この方がかっこいいね。あ、違う、違う、もう一回。よし、これでとりあえずできたぞ。ここと、ここと、入り口ちょっとかっこよく。こうか。ああ、この天井ね。まずはピンクのガラス、はい、こっちはピンクのガラス、どうでしょう。うん、いいんじゃない。粘土拾ったの、あの、あった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 、粘土でしょ。してここチェスト置き、ああ暗い。ここをチェスト置き場の下はあれだ、石にしよう。チェスト置き場の下だ。何か。こうね、チェスト置き場で、ここはカバー、こうですよ。で、ここはレンガ、あ、全然足りないかな。どうだ、いいんじゃない。ここがレンガ、できた。こんな感じね。それでこことこと、こっちもとりあえずチェスト置くまでこの辺に。こんな感じでどうでしょうか。できた。よっしゃ。そしたらですね、今回はこんな感じでですね、拠点になる、
家とですね、あとまあ白竹を少し拡張しようと思ったんですが、村人さんをね今家の中にね湧き潰しをしてないので閉じ込めた状態にしました。うん、夜ね出歩かない、夜になってなんだろう、ゾンビさんとかとね、に倒されないようにねするために家の中にね今のところ押し込みました。はい、で向こう側にね一応羊が3頭そばをねうろついていたので柵を作ってね、グレーとホワイトとあとはなんだブラウン茶色の、羊さんをね3匹一応柵の中に、ね、囲って、ウールをね取れるようにしてます。うん、すごい猫がいっぱいいるね本当に、何この猫の数。まあいいや、そんな感じで今回は終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。またねよろしかったら見に来てくださいということで、この辺で終わっていきたいと思います。それではまた。